というように、TZX スーパードラゴンはナイアガラスロープの飛び越えを狙っていったんですが、残念ながら3周目でコースアウトという結果になってしまいました。やはりこの飛び越えというのはなかなかに難しいんだなという印象を受けました。準決勝決勝と大会が進むにつれて飛び越えマシーンが姿を消していったのがとても印象的でした。さて次回はスーパークライムサーキット2013を徹底解剖と題しまして、各セクションの映像をスーパースロー動画を交えてお伝えしたいと思います。